ウィリアム・パトリック、ウィリー・ヒトラーは、アメリカ合衆国の軍人。ナチス・ドイツの総統を務めたアドルフ・ヒトラーの甥、い。アドルフの腹違いの兄弟であるアロイス・ヒトラー・ジュニアの息子として、イギリスにて生を受け、一時ドイツ国にも暮らしたが、やがて、アメリカに移り、アメリカ海軍の軍人として、第二次世界大戦を戦った。また、生は後にスチュアート・ヒューストンと改めている。 1911年、イギリスのリバプールランカシャーにて、父アロイス・ヒトラー・ジュニアとアイルランド人の母、ブリジット・ダウリングの間に生を受ける。両親は1909年にダブリンで出会い、メルルボーンで結婚式を挙げた後には、リバプールの北部で暮らしていた。一家は、アッパースタンホープ通り102番地のフラットで暮らしていた。この家は、 リバプール空襲最中の1942年1月10日に爆撃を受け破壊された。ダウリングは我が義経アドルフと題した原稿を残しているが、これによればアドルフはオーストリアでの徴兵を逃れるために1912年11月から1913年4月までアロイスやダウリングと共にリバプールで暮らしていたという。1914年、アロイスは 妻と息子を残してヨーロッパをめぐる賭博旅行へと出発し母国ドイツにも立ち寄った。しかしその最中に第一次世界大戦が勃発してイギリスへの渡航が不可能となったためアロイスは家族を捨てまたウィリアムは母ブリジットの手で育てられることとなった。アロイスは再婚したが敗戦後の1920年代半ばにはブリジットに当てて ウィリアムをドイツへ訪問させて欲しいという胸の手紙を書いている。最終的に1929年になってから、ブリジットはこれに同意し、18歳になっていたウィリアムをドイツへ訪問させている。なお、アロイスは再婚したドイツ人女性との間にも息子、ハインリヒを設けている。ハインリヒは後に陸軍に入隊し、1942年には、 ソ連邦の捕虜となった末に死亡している。1933年、ウィリアムはドイツを再放した。当時、すでにエネス o オッピーによる権力掌握が完了しており、ウィリアムが報読したのは、相当となったおじアドルフから何らかの恩恵を受けられると期待してのことだった。アドルフは、ウィリアムのために、ベルリンの銀行に職を見つけている。その後、ウィリアムは、 オペル社の車両工場や車のセールスマンとして働いた。しかし彼はこれらの仕事に満足せず、アドルフに対してより良い仕事を見つけてくるように要求した。さらに彼自身の個人的な事情が解決されない場合、ヒトラー家の恥となりうる話を新聞社に売りつけると脅迫さえしたのである。1938年。 アドルフはウィリアムに対して高級な仕事と引き換えにイギリスの市民権を放棄する気はないかと提案した。アドルフはこれでウィリアムが仕事を諦め帰国すると期待していたのだがウィリアムは再びアドルフを脅迫しようと試みた。彼はアメリカの雑誌ルックに僕がおじを嫌う理由と題した記事を掲載した。1930年代後半。 ウィリアムがドイツで実際にどのような仕事をしていたのかは明らかではない。1939年1月、アメリカの出版会の重鎮ウィリアム・ランドルフ・ハーストの招待を受けたウィリアムはドイツを離れ、母と共に渡米して講演活動を行った。親子は第二次世界大戦の勃発をアメリカ国内で迎えた。 そしてフランクリン・ルーズベルト米大統領への特別な要望を行った後、1944年にはアメリカ海軍への入隊を認められ、ニューヨークシクイーンズク、サニーサイドへと引っ越した。彼が後にしばしば語ったところによれば、彼が志願兵事務所を訪れで、自己紹介をすると、ヒトラーという姓を冗談だと思った担当官がお会いできて光栄です。ヒトラーさん。 私はヘスですと返答したという。彼の海軍入隊を取り上げ、ヒトラーが米海軍に入隊と報じるニュース映画も作られた。第二次世界大戦中、ウィリアムは薬剤兵装としてアメリカ海軍に勤務し、1947年に除隊した。彼は戦闘中の負傷から名誉戦勝賞を受賞している。海軍除隊後、 ウィリアムは性を、スチュアート・ヒューストンと改めた。この性について、反ユダヤ主義者のイギリス人、作家ヒューストン・スチュアート・チェンバレンとの関連を指摘するも、者もいる。その後、ウィリアム・スチュアート・ヒューストンは結婚して、ロングアイランドのパッチョーグに移り、医療機関向けの血液分析事業を確立するべく、医学教育を受けた。彼は、パッチョーグのシルバー通り十一番地の二階建ての、 家に暮らしつつ、自宅内にブルックヘブン研究所という研究施設を構えていた。スチュアート・ヒューストンの妻、フィーリス・ジェーン・ジェイクは、ドイツ出身だった。1947年、最初の子供、アレクサンダー・アドルフが生まれる。その後、ルイス、ハワード・ロナルド、ブライアン・ウィリアムの三子を設けた。ウィリアム・スチュアート・ヒューストンは1987年7月14日に、 パッチョーグで死去した。遺体は、コラムのホリー・セパルカー墓地にて、母、ブリジットの隣に埋葬された。息子の一人、ハワード・ロナルド・スチュアート・ヒューストーンは、内国斎入庁犯罪捜査部の特別捜査官になったが、1989年9月14日に、交通事故死した。子供はいなかった。彼もホリー・セパルカー墓地に埋葬されている。 スチュアート・ヒューストンの息子たちはいずれも子供を残さなかったため意図的にヒトラーの血筋を絶やそうとしていたのではないかという推測もなされた。しかし、アレクサンダー・アドルフはこれを否定している。ありがとうございます。